アメリカンイーグルアウトフィッターズはアメリカ合衆国の数ある系ファッションブランドである。一般的には AEO、アメリカンイーグルなどと略されて呼ぶことが多い。主にローライズジーンズや T シャツ、ジャケット等を比較的リーズナブルな価格で販売している。アメリカでは若い世代を中心に非常に人気が高く、主な購買層は15から25歳あたり。 北米2000を超える販売店を有しているほか、アジアや中東などで出店を続けている。1977年にペンシルベニア州ピッツバーグにて最高級のメンズ衣服やアクセサリーを販売していたシルバーモンズメンズウェアインクの子会社として1号店がオープン。その後も着実に店舗を増やしていき、1991年には150を超える店舗を有していた。 1996年から2001年まで平均して年間売り上げの増加を記録し、2001年には年間1億550万ドルもの純利益を上げている。2010年12月21日、青山商事が住金物産と共同出資して設立した株式会社イーグルリテイリングが日本における AEO とエアリーのフランチャイズ展開計を獲得。 2012年4月18日、東急不動産が東京都渋谷区神宮前4丁目の神宮前交差点に開業する東急プラザ表参道原宿に1号店を翌19日には江東区大見の複合施設ダイバーシティ東京プラザに相次いで開店した。2012年7月に千葉県船橋市のララポート東京ベイに同年冬には 豊島区東池袋一丁目で三井不動産グループが開発する商業ビルに出店。その後も店舗網を増やしていった。2019年6月、事業見直しの一環で表参道と池袋の期間店に店舗を年内に閉店する方針が明らかになった。そして同年11月25日、青山商事は12月31日までに、 国内全33店舗を閉店、日本事業から撤退することを決めた。AEO は日本を重要な市場と位置づけ、ネット販売の推進とエアリーの強化を通じて、事業を継続していく方針を表明しており、2020年7月、AEO の日本サイトでオンライン販売を開始、2021年にはアンバサダーとして赤西人と西木戸亮を起用した。 エアリーについても2021年6月からオンライン販売を開始している。ありがとうございます。